今回は文字ですね。能力を説明します。能力はテストと言いまして、今出た範囲内にドローンが来るとドローンをハッキングすることができます。ハッキングしたねドローンは、攻め同様に操作が可能になります。こんにちはこんにちは、こんにちは、ドローンいただきます。テストが近くにある場合はこのね危険マークみたいなのが出ます。なんで、まあ、攻め側は速やかに現場から離れることをお勧めします。大丈夫かな、指示できてるかこれ。ゲートがいればハッキングできる可能性は飛躍しますね。ここにいるんだここにいる、ここに2人いるんだはい、どうもアイナです。さあ今回もキャラ講座編、第14回ということで、今回は、文字ですねを紹介していきたいと思います。キャラ講座編は座学編と実践編という形で分けています。キャラの能力理解してるよって方は実践編の方だけでも見てくれると嬉しいんですが、座学編もねもちろんモリモリに編集しているので少しでもいるんでね、座学編も見ていってくれると嬉しいです。あと自分の知識が全てだと思ってないので、まあ、こんな使い方したら強いよっていうのがありましたら、コメント欄で共有してもらえると他の指示やってる人にもねその知識が伝わると思うので、よければコメントの方もよろしくお願いします。でですね、座学編に行く前に少し言っておきたいことが今回ありまして、今回の実践編ね、結構指示と関係ないことをね喋っているので、バチバチのねプレイングを見たい方には、まあ、先に謝っておきます。はい、まあ、いつもねバチバチにプレイングしてるわけじゃないんですけど、はい、まあ、それでもねよければ実践編の方もご視聴いただければいいなと思います。では、座学編へ行きましょう。はい、では座学編の方始めていきます。今回は文字ですね。能力を説明します。能力は、ペストと言いまして、右手に持ってるのはペストランチャーっていうやつです。このペストランチャーからこんな風にペストを発射して、今出た範囲内にドローンがあるとドローンが来るとかドローンが来るとドローンをハッキングすることができます。一応ね、まあ、投擲なので壁とか天井にも、ね、張り付くことができます。で一応ねこんな風に回収もできます。ハッキングしたねドローンは、攻め同様に操作が可能になります。まあ、通常ドローンの他にもこういうツイッチドローンとかにも、ツイッチドローンとかクラッチドローンにも、ハッキング可能で、両方のね、特殊スキルも使えます。一旦ちょっとここに普通のドローンがあるのでちょっとハッキングしてみましょう。はい、ったぞドローン確保。こんな感じでドローンを発見して、操作することができます。じゃあ普通の使い方として、あ、ここら辺に設置して、ここの範囲に、攻め側でドローン入ってみましょう。はい、攻め側の画面です。ということで、ここにテストがあります。あ、一つ言っておくと、このね下にマークが出てると思うんだけど、テストが近くにある場合はこのね危険マークみたいなのが出ます。なんで、まあ、攻め側は、ペストが近くにあるとねこのマークが出るので、速やかにこうやって現場から離れることをお勧めします。じゃあ、範囲に入ってみましょう。はい、こんな感じで文字の画面に戻ります。はい、無事にツイッチドローンを、取ることができました。こんな風にね、ちゃんとテーザーも撃つことができます。まあ、ドローンの妨害と防衛側のね索敵ができてかなり強力な能力なんですけど、まあね、カメラとして運用できるのは、まあ、ハッキングできるかどうかなので、まあ相手次第なのでね、そこがね、まあ、結構辛いかなといった感じですね。まあ、3つ取れれば本当に強いですね。妨害にもなるしカメラ3つ持てるってことなので。で、使い方としましては、まあ、相手のドローン侵入経路を意識して設置しましょう。例えば、こうドローン来て、ここで引っかかるとか。まあ、ボム周り、階段、ドローン効果な、おすすめがやっぱりで、ゲートのジャマーとね、連携して、無効化したドローンをハッキングすることもできるので、まあ、ミュートがいれば、ハッキングできる可能性は飛躍しますね。パーティーなどで、使用すると、結構ね、ドローンをね、捕まえやすかったりします。まあ、ハッキングしたらですね、この側のドローン同様に、武器ドローンとして使うのが主流なんですけど、まあ、カメラの数が、バルキリーとか、マイスカメラとか、エコーとかで、ね、いたら、まあ、カメラ足りてたら、こうやって移動ができるのがね、他カメラと違うので、索敵ドローンとしても運用可能です。うん、
まあ、そこは味方と相談かな。で、立ち回りについてです。立ち回りは、まあ、有益仲間もどちらも、運用可能ですね。まあ、自分はマイスみたいに置きドローンを定期的に確認して自分のキルできる範囲に来たら、攻撃することが多いので、まあ、自分は仲間もが多いですね。カメラを多く使用するんだったら仲間守りで、まあ、カメラを、ね、置きドローンにしてその後一切いじらないよって言うんだったら、まあ、遊撃といった感じで、まあ、自分のプレイングに合ったね、使い方でそこはいいと思います。で、注意点ですね、置き泥の位置は結構重要なんですけど、ドローン操作をね意識しすぎて周囲の安全をねおろそかにすることがね多いので、上のタイムをしっかり見たり、適宜ね周囲の安全をこうやってドローンいじって適宜こうやって周囲確認してまたいじってみたいな、周囲の安全をしっかりでっていう感じを繰り返すことがね、結構大事だったりします。まあ、ここら辺はマイスと一緒ですね。で、ユーリと対策キャラについてです。ユーリは、まあ、ツイッチとブラは、まあ、ドローンキャラですね。ミュート同様誰でもねドローンを使って、攻めてくるので、まあ、ピン出しでユーリキャラは、まあ、この2人ぐらいかなといった感じですね。次に対策ですね。対策は、そうだな、まあ、有利キャラとしてツイッチブラワーを上げたんですけど、まあ、ツイッチだったらペストを、範囲に入る前にペストを破壊したり、ブラワーはね、ペストでハッキングしたドローンをハッキングし返したりもできるので、まあ、有利キャラと言ったんですけど、まあ、対策キャラにもなるよといった感じかな。で、あと、まあ、対策という観点では、まあ、ペストをね、無効化できるサッチャーとか、まあ、映像を共有できるケビくらいかな。まあ、他の普通のキャラは、まあ、遠隔でね、壊せる手段が少ないので、まあ、捕まらないことが一番ですね。とりあえず、下にペストのマークが出たらね、そこからはね、探索を中断してね、引き上げることが大切です。では、武器解説の方に行きましょう。はい、では、文字の武器解説やっていきます。最初にコマンド9ですね。高水準な防衛 AR。高い威力と安定した反動が特徴的。武器自体は SMG を改造したため、距離減衰と ADS の速度が、SMG の設定である。イメージとしては SMG に AR の弾が入るように改良したため、武器種としては AR に分類されるといった感じです。はい、じゃあブレを見ていきましょう。こんな感じで結構ね安定したあの反動ですね。リコイルすると遠距離でも結構ブレがねほとんどない感じになると思います。はい、こんな感じで、まあ、最初こそはちょっとブレちゃったけど、後の方はねこんな感じで結構集団率があります。まあ、結構使いやすいですねこの武器は。の割にレートもねかなり高いので、まあ全然ね遠距離でも中距離でも全然戦えますね。まあ、ただ、まあ、SMG じゃないので、まあ、そこはちょっとね近距離は、まあ、距離減衰はかかんないんですけど、まあ、他のねあの強い SMG よりかはそこは劣っちゃうのかなと思います。では次に P10、P10 ロニーやってんのいつも P10 って呼んでるからあれなんだけど、じゃあ P10 いきましょう。 P10、低力高レートの SMG。 威力は低いが高いレートでその部分を補う。文字に関しては 1.5 倍文字なので頭周辺に打てば結構当たるイメージ。しかし、相談数が SMG 中最低値であり連戦には向かない。遮蔽物があるところで戦いヒット&アウェイ戦法がセオリーということで、見てわかる通りですね。1.5 倍なくねって思うかもしれないんですけど、いらないんで没収されました。なので、まあ、そこの強みがちょっとなくなっちゃったんですよね。今、リコイル見てみましょう。はい、こんな感じで、縦一直線ですね。うん。かなりね、扱いはしやすい。全然 30m でも全然ブレない。ただ威力が低いんですよね。やっぱり26、さっきの距離でいくと15ってことで全然食らないんですよね。なんでまあヘッドショット向けだったんですけど、まあそこがね馬術スコープ没収されちゃったんで、そこはちょっときついですね。こんな感じでヘッドショットを射抜く武器ではあります。まあ説明した通り遮蔽物があるところでねこんな風に戦ってこうやって作ってこうやって隠れて
ておいてっていう感じがいいかな。相談数もね16発ってことでかなり少ないですし、まあそんなとこかな。まあ自分は P 点ねあんま使ってなかったんでそんなね支障を来すことはないんですけど、 P 点か、まあ、コマンドかはまあ自分と相談かな。いやないそんなね昨日始まったばっかなんでこれ撮ってる時は P 点がね人口少なくなるかは分かんないんですけど、まあ自分はねこのある結構おすすめです。結構気に入ってますね。はい。では、こんな感じで武器解説も終わりにして実戦編の方へ行きましょう。よし、やっていきましょう。文字やねー。ここ、どうだろう？どっからドローン来んのかな？ここ？テスト設置完了。仕掛けといて、かかったらいいなぐらいで。あと10秒。かね、ここのあるんだけど、どれくらいか。残り5秒。ただ、あんま来なそうなので。敵部隊が爆弾を発見。裏に仕掛けるか、冷蔵庫裏に。よいしょ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 、すぐ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 。来客準備よし。準備どうだ。上がってくれ。引っかからないとね、仕事が始まらないので。ここがね、ちょっとネックですね。まあまあ、まあ、全然、ね、でも強い銃はね、こう使いやすいんで。P 点がね、スモークが、どうぞ大変となった、もうデインを使ってるのか、あんな風に表示されるんだね。で、そうだな。P 点が、倍率スコープなくなっちゃったんでね、それが武器がどうなるかって感じなんですけど、まあ、自分はねもともと P 点使ってなかった民なのでね、まあ、そこはあんまりそこら辺は支障ないかな、うん、首か？首いるね。ナイス。当ていね。こんなガツガツやんないと何回もいけないんか。おお、どうぞどうぞ。逃げさそうとしたら。ああ、もうやってみましょう。ミュートが引っかかったら、1個残しておいてね、ミュートが引っかかったり、まあ、そこら辺にドローンがあったらね、こんな風にやれば取れるので、まあ、1個残すっていうのもありですね。よし、今回は1個残しておこうか。まあ、かなり暇だな、これ。文字遊撃でも仲間とかどっちでもいいんだけど。危ねえ。Like please, like please. Thank you. No. Tonda. これ。危ねえ。
危ねえ。危ねえ危ねえ。こっち。こっちに気づいた。15秒。残り10秒。ナイスー。よっしゃ、いきますよし。まあまあ、ファーストも行くよし。敵部隊が爆弾を発見。これだけ。まあ、起動ならいいかな。中がカメラ系ないんでね、一つも。そうそう。よし。違うか。長崎と福岡旅行に行ってまいりました。めっちゃ唐突なんだけどね。なんでカフカンとね、ノマドの週一つ空きにしてもらったんですけど、両親とママ友を連れてね、計6人で行ったんですけど、ほとんど食ってましたね。ほとんど食ってました。特に印象に残ったのは、まあ、佐世保バーガーっていう、まあ、長崎のハンバーガーなんだけど、カトでいうベーコンエッグみたいな感じで、まあ、結構ねブルーだったのと、グリーンでね、すごい食い応えあったっていうのと、あと太宰府天満宮の太宰府天満宮のモンブランのお店がね、まあ、自分はイチゴモンブランを頼んだんですけど、あれですね、敵オペレーターが一人残っている。はいどうも。はい、で続きですね。そこでね、自分はいちごのモンブランを頼みました。写真あるかな、出てるかな。で、まあ、上のいちごの部分もね欲しかったんですけど、そのねクリームがめちゃくちゃあったんですね。見ての通り、わかるかな。クリームがですね、絶対重いやんって思ってたんですけど、まあ、重かったんですけど結論的には。でもなんか結構ね、さっぱりした味で、思ったよりはね、全然無理なく食べれましたね。はい。まあ、皆さんもね、いいかわかんないけど、旅行行く際はね、ぜひ参考程度に、食べてみてはいかがでしょうか。はい。急な飯テロでした。大丈夫かな？指示？おー、結構。指示できてるか、これ。あ、これでした。こっち。なっちゃった。どこだ、そこだわ。さっきじゃなかったよ、絶対。ちょっと死んだな。うわー、びっくりした。ちょうどいい、ホラーゲームだ、こんな。はい、ではやっていきましょう。びっくりした。さっきの横か。ジャンプしろ、ジャンプ。10秒前。近くだ。ほい。なんのよ。やば。そうだね。先回りして、ドローンがジャンプしたらね、ジャンプクール時間があるので、ジャンプした隙を狙うとか、まあ、普通に予測してね、先打ちという形で、結論、このね、テストを打つのも、おすすめです。おすすめですっていうか、うん、そういった方がいいです。ドローンと、ドローンが目の前にあった場合はね。で、多分ね、マッチングしてないから、紹介できてないと思うんだけど、おすすめの、ドローン、のテストポジっていうのがあって、タワーの2階のエレベーター。が結構おすすめです。入れ食い状態になるんですよね。勝手にドローンが入ってくるので、で逃げ場所もないので、なんか追い込み量みたいな感じでめちゃくちゃドローン引っかかるんですよ。なんで、まあ、タワーで2階になった際はぜひそこに
フェスをね仕掛けてみてください。いたね今。いやー間に合わなかった。またお前かよ。ドローンめっちゃある。ドローン3つあるぞ。いや役立ってる役立ってる役立ってるか。いるぞいるぞ頑張れ。ここだ、ここにいるんだ。ここにいる、ここに2人いるんだ。めちゃくちゃ迫真。一瞬バレないな。結構適当に置いてるんだけどな、時間なくて。入ったぞ。まだあるぞ、ここに。残り15秒。横にドローン来た。こんにちは。敵オペレーターは残り1人だ。はい、いかがでしたでしょうか。実践編のね解説を期待していた皆さん、関係なさすぎることを喋ってしまい、申し訳ございませんでした。でまあネタがね少なかったのもあったんですけど、シンプルに皆さんとねもうちょっと距離を近づけたいなということで、ちょっとお試しということでね喋ってみました。まあ好評ならね、まあネタがねなくて困った時とか、まあツイッターもねそんなに動いてないんで、まあ自分のね発信することが少ないので、まあ、もっとねアイナっていう人物をね、まあ、自分自身もね知ってほしいと思ってるので、まあ、好評なら今後も喋っていこうかなとは思ってます。はい、まあ、いらなかったらちゃんと言ってね。必要なかったら。はい、ではこんな感じで、今回終わりたいと思います。今後もどんどんキャラ講座上げていきますので、よければチャンネル登録高評価押していただけると嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。次回も見ていただけると嬉しいです。バイバーイ。